こんにちは、かいチャンネルの時間です。こんにちは、斉藤です。斉藤です。はい、ということで今日も2人でかいにドッキリを仕掛けていきましょう。検証ですね。検証ですね、はい、はい、で何をやるかって言いますと、今かい自分のブランドやってるんですけど、はい、その自分のブランドの服を着た美女が隣でご飯を食べてたら、かいはアピールするのかしないのかっていうのをね。男はするでしょ、そんなの。男はするかな。僕ならしますよ、絶対に。本当に、はい、そうだね。まずさ、自分の服を着てもらってるってこと自体ちょっと嬉しいからさ、はいはい、どんな反応するのかなっていうのは。そう、気になるですよね。気になるよね、はい、そうそう。で、それがさらに美女だったら、はい、っていうことで美女の方に来てもらいました。ちょっといいですか、ご登場いただいて。よろしくお願いします。お願いします。お名前は？未来です。未来さん、かわいい。かわいいでしょ。かわいい。こんなかわいい人が隣で、はい、貝の服を着てたら、はい、どう貝をアピールしていくのか分かんない。もしかしたら、はい、触れないのかもしれない。確かにね、うん、それともなんかこう俺だよ俺だよみたいな感じで、いや見ちゃうでしょ。でもやっぱり、うん、見ちゃうよね、はい、そう。しかも美女だけじゃないですから、美女巨乳ですから皆さん見てください。セクハラになりますよ。セクハラですよ。大丈夫ですか。セクハラになります。大丈夫です。大丈夫です、うん、はい、こんな方が隣で自分の服を着てくれてたら、はい、彼はどういうリアクションをするのかっていうのをね、一応やっていこうと思います。気になりますね。ね、いいよね、これ、はい、で今日は、はい、まあ、カイとか斉藤くんとも一緒に行ったことなので、はい、ラステイクスさんっていうステーキ屋さんにね協力してもらって、はい、で斉藤くんがもう今肉しか焼けないで、カイもそうです、ね、もう減量入ってる。そうですね。っていうことで今日は斉藤くんが食事に呼び出してます、ね、そうっす。でここで食べてる最中に未来さんが来ると、はい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 、で隣で食事してもらうという感じでやっていこうと思います。そうですね、うん、どうなると思う斉藤くん。なんかアピールしそう、チラチラアピールしそう、アピールしそう俺やでみたいな、はい、で結局こうカイさんが話しかけなかったらこう僕がちょっと話しかけるように誘導するんで。そうだね、はい、それは必要だね。もしカイが何もリアクション起こさなかったらなんかちょっと企画が微妙になっちゃうから、そう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 、斉藤くんが積極的にカイさんあれ NL ですよって言って、はい、ちょっとそれとなく誘導して話しかけてもらう流れにして、はい、でもし例えばもし話しかけてきたら未来さんの設定としては何のことですかみたいな、カイのカイのこと知らないみたいな、知らない、うん、みたいな感じで言った方言ったらなんかカイ寂しい感じになっちゃうじゃん。いや寂しい感じどころじゃないですよ。それはそれでちょっと面白い、はい、なんかそのあちょっとプレゼントいただいてみたいな、あすいませんちょっとごめんなさい、どこのブランドか分かんないですみたいな感じで言ってもらえますか。そうしましょう。そういう設定の方が、はい、回の悲しい顔が見れて、悲しいとかもう地獄でしょ隣でその空気出されたらもう地獄でしょそれあ、はい、僕のブランド来てくださってありがとうございますって言って、いや知らないですって言ってちょっとつってびっくりするような感じでえみたいな。そうだね、斉藤くん何としても話しかけてもらいましょう、うん、そうですね、うん、頼むよ斉藤くん。 OK です、まあ、斉藤くんにかかってますから、はい、はい、じゃあお願いします。お願いします。あれだよね、村松さんと武さんが来たところ。そうです、はい、久しぶり。久々のステーキですよ。だいたいさ、なんかグループラインの中で、はい、重視ぐらいしてない。いや、ギリギリですよ。ギリギリ、はい、それから、まあ帰って昼寝とかもしたりはします。睡眠は取った方がいいじゃん、すごい健康的で。いや、健康っすよ。で、帰ってきてご飯食べて、で、夕方ご飯食べて、夜ご飯食べてると1日も5食ぐらい。5食。おー30ぐらいに行ってウェアを。暑いじゃないですか。暑いじゃないですか。クラゲなどにはは、お好みでオリーブオイル。うまそうやな。隣の人の服。
てめえだろ。そうでしょ。そう。似てるやつよかるやん。絶対そう。マジ。そうです。本当。ぽいな。ぽい。ぽいな。ぽいっすね。そうじゃないですか。すごい、すごいことがあって、はい、嬉しい。来てる人に初めて会ったかもしれない。ちょっと変わって。うまっ。うまいっすね。めっちゃうまい。はい。3週間かでも、もうすぐですよね。本当に長そうだな。でもこの3週間ん長そうだね。いや、あっという間に来るよ。いつもそうそう、いつも気づいたら知らんみたいな感じ。確かに東京の方でできるかな、本当に。いや、やってほしいですけどね、絶対に。まあ、やるにはやるって言ってたけど、お客さんに言われるかどうかだよ。確かに。いや、でも無観客だったら東京ドームじゃなくていいじゃないですか。変な話。まあでもさ、ライブって照明とかすごいし。確かに。だからそのお客さんいなくてもその多分派手な演出はできるよね。東京ドーム広い方が。確かに。俺も無観客でやったことないからまだ。はい、埼玉スーパーアリーナが最高開幕まで会場広さで言ったら。そうですね。そうですね。せっかくなんで、ちょっと声かけてみましょう。マジで一回でね、あれだよ、うん、俺の応援 T シャツ着てる男の子いて、はい、一回声かけたら、あの、駅のホームするだいぶ前あったっすね。あったっすね。いたっす、いたっす、いたっす。2年前だよ、はい、あれすごかった。すごい、すごい、すごかった。嬉しいよ、普通に。うん、そうっす。いや、僕だって正面かな。正面じゃないですけど。確かに。ここ見えましたね。違った時やばいけど。いや、確実の方で。めちゃめちゃ似てるやつみたいな。もらったんですよ。あ、友達からもらったんですか。あ、そうだったんですね。はい。あの、その服ちょっと僕がデザインしてますよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。知らなかったです。あ、そうですか。ありがとうございます。友達がくれたんですね。
あ、そうです。友達にじゃあお礼をされて伝えてください。あ、わかりますすいません、これです。 ML そう、すいませんすいません、ありがとうございます。なるほど、すごい。なるほど、そうする。友達が知ってくれたのかな。じゃあそうする。超恥ずかしい。はい、顔真っ赤。急に熱くなってきた。あ、すいません、お会計いいですか。こんにちは、かいチャンネルの時間です。どういうことですか。お時間です。お時間です。どういうことですか、これは。あれ、気づきませんでした。え、まさか、まさか。え、そうなんです。あれ、仕掛け人ですか。気づきました。そういうことか。そういうことです。そうだよな、たまたまそんな来てる人いるわけないよな。そうなんですよ。そっか、うわー、そういうことか。え、どう、話しかけた。いや、話はかけなかったですね。あ、かけなかったんだ。話しかけて誘導しました、めちゃめちゃ。おお。話しかけてさ、全く知らないって言われたから、めちゃくちゃ気まずくて、もうマジで、マジで恥ずかしくて。なるほど、なるほど。みたいな。いや、大成功ですね。この服着てるのに俺のこと知らないと思って。そう、そういう設定にしてもらったんで。あ、そういうこと。そうそうそう、マジで、もう今年一番恥ずかしかったかもしれない。なるほど。じゃあ、検証結果は話しかけたということで。違った瞬間、もう帰ろうかしら。よし、行こうみたいな。もう速攻を会計で行こうみたいな。なるほどね。いや、本当ありがとうございました。ありがとうございました。似合ってますね。え、今日はですね、あの隣に美女巨乳、巨乳美女が、あの自分のブランドの服を着ていたら、どうアピールしていくのか、朝倉会は。あー、なるほど。という企画です。あ、でもなんかちょっと、うん、その格闘技の話するとき、うん、声大きくなった。可愛いじゃん。なってました、なってたような気がした。確かに。ちょっと出会ってますよね。いやいや、ね、それはね、声かけるよ。だって嬉しいじゃん、普通に。確かに、確かに、うん、ね。あれ、モデルさんがなんかですか。あ、違います。え、なんかやれるんですか。いや、あの、インフルエンサーやってます。あ、インスタ。インスタですね。あ、じゃあ概要欄に貼ってきますね。ありがとう。めちゃめちゃ似合ってる、ね、本当に。どうですか。可愛いです、めっちゃ。おー、じゃあそれあげますね。え、ありがとうございます。嬉しい。はい、ということで、あ、宣伝してくれたのね。そう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 、そういうことです。ナイス企画だね、それは。そう、僕らもね、今日はあのこれ着てるじゃん、ね。おー、おお、いいじゃないですか。いいですよね。これ T シャツですね。 T シャツ、ちなみに僕も着てますよ、今。おお、そうなんですよ、 T シャツがもうすぐ発売じゃないですか。もうすぐというか、うまあこの動画の公開に合わせて発売 しようかなと。はいはいはい、はい、そうそう、そういうことでやっぱあのね、宣伝していこうかなと。おお、素晴らしいね。そうそうそう、いや、このね、 T シャツはぜひね、めちゃめちゃかっこいいんでね、うん、かっこいいし可愛いんでね、男の子も女の子もぜひね着てもらいたい。いいですね、切り替えが早くていいですね。さっきまで顔真っ赤。ぜひね、概要欄から飛んで購入してもらって、うん、で概要欄から飛んでもらってインスタをフォローしてくださいね。おお、お願いします。じゃあ、まあ今日発売なんでね。あ、そういうことっすね。そう、そうです。そっかそっか。そう、いや、マジで恥ずかしかったな、本当に、うん、いい企画だったけど本当に恥ずかしかった。見たいな、早くどんな感じ。この状況だったら、ね、声かけるよ、本当に。確かに絶対かけると、うん、ちょっと躊躇したけど、うん、まあ、最終的に絶対声かけてたなっていう感じで、うんうん、はい、お疲れ様でした。そうですね、はい、いや、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ごちそうしますね。笠間とあと斉藤くんか、2人にある検証をしようかと思います、はい、何かっていうと、まあ、今日大森の家で、ね、撮影 の予定があるんですけど、まあ、そこで集合時間になっても俺が現れなくて、で連絡しても出ない、で家に来たら倒れてるっていう検証。え、心配にならんの2人とも。俺だけ心配しようすぎよ、俺。かい、うん。